サドベリーバレースクールは1968年にアメリカマサチューセッツ州のフレーミングハムで創設された私立校である。2008年現在、同校の教育方針をモデルにした学校がアメリカ合衆国、カナダ、デンマーク、イスラエル、日本、オランダ、オーストラリア、ベルギー、ドイツなどに40校近くある。これらの学校は総称してサドベリースクール、または デモクラティックスクールと呼ばれている。これらサドベリースクールは教育における自由と民主的な統治という二つの基本的な原則を持っている。サドベリーバレースクールには4歳から19歳までの子供が通っている。サドベリーバレースクールの教育哲学は人は生まれつき好奇心を持っているので子供に信頼と責任を与えることによって自分が何をしたいのか。 なぜそれをしたいのか、どうやってそれを成し遂げるのかを子供は自身で学ぶことができるというものである。児童、生徒は自分の時間をどう使うかを自由に決めることができる。民主的自治もまたサドベリーバレースクールの教育哲学の中心的な信念である。この学校は毎週行われるスクールミーティングという 伝統的なニューイングランドの町会議を模したミーティングによって運営されている。生徒たちには学校の権利焦点のもとで学校内における完全な保護が保障されている。生徒とスタッフはスクールミーティングを通して学校の運営に参加でき、すべての参加者に一票の権利が与えられる。ミーティングはロバートの議事手続きを用いて運営される。ミーティングでは財政、 新しいルール、スタッフの選出など、学校のすべての側面に関わる規則と規制が決められる。ミーティングは円滑な学校運営を維持するために、初期、委員会、学校コーポレーションを創設することができる。初期は基本的に管理責任者であり、敷地のメンテナンスや出席記録など学校内の主な仕事をする。委員会は、 学校の美観やルールの審判などのより重要な仕事を扱う。他のすべての既存の委員会には誰もが参加することができる。どのスクールミーティングのメンバーも10月の最初の10日間か1月の最初の10日間にどの委員会にも参加してよい。学校コーポレーションは伝統的な学校の学部あるいはクラブに相当する。すべてのスクールミーティングのメンバーはどれかの コーポレーションのメンバーであり、どのコーポレーションもその責任者を選ぶ。司法委員会は、学校の規則の審判に関する申し立てを調査し、裁判を開き、評決を行い、処罰を下す。もし評決に対して再審が求められた場合は、毎週行われている、スクールミーティングで再審が行われる。生徒とスタッフは、同様に、司法委員会に召喚される。また、 学校の幅広い政策決定部門である、全校集会もある。全校集会は1年に一度開かれ、スタッフ、生徒によって構成される。サドベリーバレースクール以外のデモクラティックスクールでは、保護者も参加し、共に一票を持つところもある。その主な目的は、スクールミーティングによって提起された、学校予算の承認、人事である。また全校集会は、 表議会を選出するが、表議会は助言的な役割をするに過ぎない。表議会の目的は、全校集会から持ちかけられた問題を検討し、全校集会に報告することである。その教育哲学により、サドベリーバレースクールの施設は、多くの学校とは、ある程度異なる。伝統的な教室やクラスは存在しない。しかし、子供たちは、 どの教科の授業でもリクエストすることができ、関心のある事項について、どのスタッフメンバーとも話すことができる。主要な学校の建物は、ビクトリア様式の大邸宅である。一般的な用途の部屋が多くあり、読書用の部屋や音楽室など、特別に用途が決められた部屋もある。工作や他の活動のための施設のある離れ屋がいくつかあり、10エーカーの丘、森、 伝統的な運動場、大きな池もある。インターネットにつながったコンピュータとビデオゲームも利用できる。2008年度の授業料は一人、年間6130ドルで定前割引がある。サドベリーバレエスクールには就寝在職権が存在せず、スタッフの選挙は毎年行われる。2018年現在のスタッフたちが仕事として、 サドベリーバレースクールに関わってきた期間は2年から40年である。著名なスタッフには創立メンバーであるダニエル・グリーンバーグがいる。サドベリーバレースクールでは強制されたり行うように要求される活動もない。生徒たちは自分の望むように自由に時間を使うことができ、どんな設備やどのスタッフも利用できる。サドベリーバレースクールは 過去35年にわたる卒業生についての研究を2つ出版してきた。それらの研究によって分かったのは生徒たちの8割はサドベリーバレースクールを卒業した後に別の学校で学び続けているということである。ほとんどの卒業生は第一志望の大学に受け入れられている。また生徒たちは自分たちの人生について幸せを感じていると報告し、多くの生徒は 公的奉仕活動へのコミットメントを言明している。ありがとうございます。